次は孫4人のおじさんがすいません、家族全員来ちゃいましたすいませんです。弾き語りで、なかなかのこの年になってコピーをやるっていうと結構難しいですね。間違えるとバレちゃって、でオリジナルにしました。夜な夜な、おじさん作ってまして、じゃあ今日は新曲からですね、今日は2曲お届けします。よろしくお願いします。あ、ごめんごめんあの題名ですね、恋してダメで次もダメこれが曲ですね、はい、あの気持ちはあの17歳ぐらいでやってますので、そこのところ少しギャップを埋めながら聴いてくださいね。よろしくお願いします。あのさ、僕は今でもさ、君が大好きさ、でもさ、君から突然さ、ごめんねさようなら。うまくいってたと思ったのに、あ、これが失恋か。こんな思いをするならば、もう二度と恋などしないと。何も知らない方がよかった。悔しくって悲しくってポロリ、でもちょっと僕の胸を熱くした。でもちょっとちょっと今はちょっとちょっと恋は僕をちょっとだけ幸せにする。だからちょっとちょっと今はちょっとちょっと恋は僕をちょっとだけ幸せにする。
と家族なんですが、やっぱり緊張しますね。さあ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 、はい、2曲目は、ちょっとバラード調なんですが、インポータントっていう曲で、普段大切な人へっていう歌なんですね。なかなか、私も言えないもんで、今日家族でこう見に来ていないのはうちの神さんだけということになってまして、まあ、状況を想像していただくと、どの お母さん方も多分分かると思います。夜中と朝早くですから、多分この練習が、はい、まあ、そういうわけで来て いないとは信じたくないんですが、一応そんな形になってます。じゃあインポータントですね。Thank you.
はい。